夫イエス・ペルセン夫イエス・ペルセンはデンマークの言語学者。専門分野は英語の文法。ユランのラナースで生まれる。少年時代にデンマークの文献学者ラスクの著書に刺激され、ラスクの文法書を利用してアイスランド語、イタリア語、スペイン語を特集した。1877年に17歳でコッペンハーゲン大学に入学する。はじめは法律を学んだが、 言語研究を忘れることはなく、1881年には完全に言語研究に関心を移し、1887年にはフランス語に関する研究で修士の学位を得た。英語とラテン語も第二子語として習得した。研究をしながら非常勤で教師及びデンマーク議会の即帰記者として働いた。1887年から1888年に、 かけて、イギリス、ドイツ、フランスに旅行し、ヘンリー・スウィートや、ポール・パシーラの言語学者と交流すると同時に、オックスフォード大学などの機関での講義に出席した。死であるビルヘルム・トムセンの勧めに応じて、1888年8月には、コッペンハーゲンに戻って、英語の核の体系に関する博士論文を書き始め、1891年に学位を得た。 イエス・ペルセンは1893年から1925年にかけてコッペンハーゲン大学の英語学の教授であり、1920年から1921年にかけては同大学の学長であった。初期の著作であるプログレス・イン・ランゲージにおいてアウグスト・シュライヒャーによる言語発展の方向に関する説を否定し、逆に屈折語から分析的な孤立語へ向かうと、 主張した。イエス・ペルセンは、パシーによる国際音声学会の最初期からの会員であり、初期の音声学の選挙としてはデンマーク語で書いた、ホネティックがある。この書は1904年にドイツ語に翻訳され、優れた音声学の著作として番を重ねた。初期の著作は、言語教育の改良と音声学に重点があるが、イエス・ペルセンは、後期の当時論と、 言語発達の研究によって、名声を得ている。デンマーク語で書かれた二つの論文、スプロゲッツロジェックと、デツーハバターター AF グロマーティスクファービンベルサーによって、ランクとネクサスの理論を展開した。ランクの理論によって、当時論から品種を取り除き、一時、語、二時、語、三時語の区別を設けた。例えば、ウェルホーンドフレーズにおいて、フレーズは一時語であり、 これが二次語の、高温ンドによって規定され、二次語は三次語の、ウェルによって規定される。ネクサスという術語は、文や文に似た構造について使われる語で、そこでは二つの概念が一つにまとめられて表現される。例、イットレインド、ヒーランインドースネクサスはさらに連接の概念と対地される。連接では二つ以上の要素によって一つの概念を表現するが、 ネクサスは二つの概念を結びつける。コンテキストの概念を言語学の世界の注意の最先端に持ってくる上で、連接とネクサスが重要であることが立証されている。いくつかの著書によってイエス・ペルセンは広く知られるようになった。言語、その本質、発達、起源は多くの人に彼の代表作と認められている。モダン・イングリッシュ・グラマー・オン・ヒストリカル・プリンシプルズは、 形態論と当時論に集中して書かれている。英語の発達と構造は、英語以外を母語とする人による、英語に関する包括的な視点を示すもので、初版から100年以上経ち、著者の没後70年を経た現在も、なお版を重ねている。晩年の著書である、統語論、理論と分析では、当時構造に関する彼の考えを得意な略語を使って表現した。 文法の原理では、文法に関する常識的な見方に挑戦し、文法学、代名詞、目的語、体などの基本的な定義に対する変更を提示し、ランクやネクサスの概念を展開した。文法の原理は21世紀においても、現代構造言語学の基本的なテキストとして使われる。人類と言語は、社会言語学の先駆的著作の一つである。 イエス・ペルセンは音象徴説を弁護して、このように書いている。いかなる種類の音象徴をも否定して、すべての単語を音と,と意味の偶然で、合理的な理由のない連合の集まったものだと、するような逆の極端な立場はより論理的だろうか。その後の意味する概念を表現するのに適当だと、我々が本能的に感じる単語があることは否定できない。言語、その本質。 発達、期限1925年の退官後も、イエスペルセンは国際的な言語学コミュニティでの活動を続けた。著述活動のほかに、1930年にジュネーブで開かれた第1回の言語学研究会議を招集してその議長を務め、1936年のコッペンハーゲンで開かれた第4回の国際言語学者会議の議長でもあった。イエスペルセンは、 国際補助語運動にも重要な役割を果たした。エスペラントから派生した井戸後の正規からの支持者であり、1927年には自作の派生後ノビアールに関する著書を交換した。イエスペルセンは以下の大学から名誉学位を受けている。ニューヨークのコロンビア大学、スコットランドのセントアンドルーズ大学、パリのソルボンヌ大学。彼は アメリカ言語学会の最初の6人の名誉会員のうちの一人である。ありがとうございます。